ちょっと何言ってるか分かんない。何だろう。すいません。私がご紹介したいロコなグルメは五島の名物のかんころ餅です。かんころ餅、こんにちは、はい、今日はよろしくお願いいたします。やってきたのは長崎市内で五島の味を守り続ける老舗和菓子店。でもかんころ餅って一体どんなお餅なん？はい、蒸し上がってますので、こちらになります。うわ、味の決め手となるのがさつまいも。かんころとは五島列島の方言でカチカチになるまで乾燥させたさつまいものこと。そのさつまいもを蒸して柔らかくした後に水飴などと混ぜながらペースト状に。五島の人みんなおばあちゃんがお家で作るんですよ。これを最後にお餅を入れて混ぜ合わせれば完成。ねるちゃんの部位がしっかりしてる。こちらがねるさんとっておきのグルメ、五島列島の名物かんころ餅。今回は特別に作りたてを食べさせてもらいました。柔らかくてふわっとしてて、なんか全然また違って美味しいですね。かんころ餅を食べると五島で過ごした日々とか思い出しますね。やっぱり島で暮らしてると本当にみんながみんなの家族で、こうどこに行ってもお世話になったり、何かご飯持たせてくれたり、夜遅くまでこう子守してくれたり、島全体になんかこう温かい空気が漂っていて、島みんなで育ててもらったような、なんかそんな記憶があります。とここでねるさんの幼少期を知る島の人たちがサプライズで登場。いいですか？はい。なんだろう。ねるちゃん、肉屋のおばちゃんや。肉屋のおばちゃんです。サプライズ、肉屋のおばちゃん。サプライズでメッセージをくれたのは、当時五島列島でお肉屋さんを営んでいた富永さんご夫婦。まあ小さい時から可愛かったですね。走ってきてました、ねるちゃんはね。ねるちゃん、いつまでも元気で応援してますよ。嬉しいなこれ、ね、いつもお家にあげて演歌を一緒にカラオケで歌ってくれてました。ねるちゃんの活躍喜んでるじゃん。ねるちゃん、あら元気ですか？はい、肉屋の番店です。もう96歳ですよ。肉屋のおばちゃん元気でやってます。違うお肉屋さん？はい、なんかミンチにしてくれるところ。お店によってね、ねるちゃん一人でピアノ弾いてたね。楽しかったでしょ。楽しかった。また会いたいよ。ねるちゃんも頑張ってね。私も頑張るから。楽しみにしてますよ。また。ねるちゃん頑張ってるね。牛乳屋のおじちゃん。牛乳のおじちゃん。牛乳屋のおじちゃん。最後は牛乳屋さんの宮下さん。何やら大切にしている宝物があるそうで。ねるちゃんがね、バレンタインでチョコレートと一緒に、はい、私がバレンタインであげたもの、メモ用紙、メモ用紙、おじさんの株の奥底に、あの宝物としてあのしまってます。これはねるちゃんがバレンタインの時に持ってきてくれたお手紙です。牛乳のおじちゃんへ、病気をしないでいつまでもお仕事頑張ってね。私も二重跳び頑張ります。一生懸命書いてくれた、うん、心のこもった手紙だから大事にしたいと思いましたよ。はい。うわ、すごい。やっぱり人の温かさに、なんか自分自身も支えられてきたなと思います。いやー。
ごいね、お肉もうおばちゃんたち、あの島に住んでてもご高齢なので、うん、私も連絡先も知らないですし、うん、なんでここの番組のスタッフさん知ってるんだろう。気持ち悪いね。気持ち悪い、ね、調べた。いや、ものすごいいい VTR だった。はい、あげます。早いですよ。確かに V はめちゃくちゃしっかりしてますよ。そしてスタジオにはねるさんの思い出のグルメが登場。今日はねるさんおすすめの焼きかんころ餅をご用意しました。おいしそう。なんか初めて食べるんですけど、うん、おかえりって言ってますよね。なんなんだろう、安心感すごくない。じゃあめっちゃ落ち着くわ。後半さつまいも感がすごい、うん、甘め。そうですよね、ずっと食べたけどこれすごく美味しい。ありがとうございます。100個食えますね。100個食えた。よかった。本当に夜寝る前にちょうどいいです。夜寝る前がいいですか。ヘビーです。ちょうどいいってどういうことですか。寝る前にちょっとつまんで寝るのね。噛みながら寝る。そりゃそうなりますって。これはね、ラウンド2ふるさとグルメ対決、続いては大阪横